動物将棋動物将棋は3、4の盤面を用い、駒の動きを簡略化した将棋類である。主に将棋が普及していない世代への将棋普及のために、女流騎士の北尾窓かがルールを考案し、同じく女流騎士の藤田舞子がデザインした。2008年、その2人が所属していた日本女子プロ将棋協会が発表して人気となった。使用する駒はライオン。 象、キリン、ヒヨコの4種類である。将棋と同様に、プレイヤーは交互に、盤上の自分の駒の一つを移動させるか、または、次に述べる自分の持ち駒を、盤上の空いているマスに置く。駒を進めたいマスに、相手の駒がいる場合、その駒を取って、持ち駒にすることができる。持ち駒は、自分の哲いで自由に使える。ただし、 鶏を取った場合でも、将棋で聖駒を取った場合と、同様打つときはなる前の状態で打たなければならない。相手のライオンを取る、キャッチか、または、自分のライオンを、相手陣の一段が目に移動させる、トライで、勝利となる。千日手は引き分け。将棋とは異なり、二ひよこや、打ちひよこ詰め、敵陣一段目のひよこ打ち、ライオン手法値は反則ではない。 連続ライオン種の線にちても反則ではなく引き分けとなる。ループ差が作成反復している駒にはそれぞれ駒に赤い丸印がついており、その方向に一マスずつ進むことができる。数の強調書体で表されている駒が先手の駒である。先手駒と後手駒は向かい合う形で配置される。東京大学情報基盤センター准教授の田中哲郎は、 コンピュータを用いた、起こりうる、全局面の解析により、両者が最善を尽くした場合、78手で、後手の勝利となる、すなわち、後手にミスがない限り後手必勝となるという結果を2009年6月に発表した。この解析結果をもとにした、後手番必勝を体験できる、すなわち78手目で詰まされるまで何度でも待ったを、して、先手番の負けを体験できる、 動物将棋名人が公表されている。また、田中の報告によれば、実質的には一手パスとなる、敵陣一段目のひよこ打ちが勝利のために、有効な局面が68局面存在したことと、駒の動きと配置の関係上、合法種が存在しない状態は、このゲームでは起こり得ないことが判明した。2008年1月頃、ルプサ所属女流騎士である、藤田舞子が、 初心者用将棋盤駒として、動物をモチーフにした、本将棋のコ駒をデザインした。フイコールヒヨコ、時にコールニワトリオ王イコールライオン、カドイコールゾウ、ヒシャイコールキリンはこの時にデザインされ、動く方向に印が付けられた。全く同時期に当時ルプサ所属女流騎士だった、北尾窓かが初心者用に3、4の盤面をはじめ、いくつかの簡易将棋を考案した。 デザイン、ルールはその後に変わったものがある。同年6月頃、ルプサ主催の小学生女流将棋名人戦にて、藤田デザインの動物駒を用いて、リレー将棋を行った。同年8月10日、ボードゲーム7種の会にて、北岡湾のルールと、藤田デザインを合体させた。 3、4将棋として発表された。日本将棋連盟所属の騎士である森内俊之も対局した。また、この時には北尾公安藤田デザインの五号将棋も試験販売した。しかしこれは後に北尾自身によって必勝法が解明されたためお蔵入りとなった。11月おもちゃフォーラムにて動物将棋を試験販売。 販売に用意した分はすべて午前中に売り切れた。同年12月、ルプサ、オンラインショップにて、販売開始。2009年6月15日、北尾がルプサを大会し、フリーの女流騎士となったが、動物将棋は、北尾、藤田、ルプサの三者が協力して、事業を継続することとなった。同年9月、現当社エデュケーションが、動物将棋を、 一般向けに発売。日本ボードゲーム大賞では、日本産、ボードゲーム最高の5位に入り、ユーモ、アショを受賞した2010年3月31日で、藤田もルプサを大会し、同時に、女流騎士の身分を放棄した。4月1日、小学館の小学1年生5月号に、紙製の将棋盤と、同じく紙製の組み立て式コマと初めてブックが、 付録としてついた。9月1日にルプサが販売中止を発表し、その後は北を藤田にて普及を続けている。2010年株式会社ライブログより i t u n e s ワップストア及び Google プレイにて動物将棋と動物将棋デラックスが配信開始となったが、2011年4月でルプサの製品版とは異なるデザインに変更となった。 2012年2月、株式会社猫窓、株式会社銀ビスより、食べっ子動物動物将棋パッケージとして、数量限定で発売された。箱の裏面に、将棋盤、側面にコマが印刷されており、切り取って遊べるデザインとなっていた。2012年春には、iTunes アップストアにて、動物将棋が、配信開始された。 ルプサの製品版と同様のデザインのアプリケーションが復活した。また、2013年には、オンライン対戦専用アプリの動物将棋ウォーズも配信開始された。2013年3月、株式会社ネコマド、丸川聖火より動物将棋風船ガムが発売された。上記の3、4マスの動物将棋以外にも、同じ衣装の駒を用いた将棋がある。 初期配置数の協調書体で表されている駒が先手の駒である。先手駒と後手駒は向かい合う形で配置される。ルールは本将棋と全く同じ。ありがとうございます。